調布駅は山口県下関市調布松小田本町にある西日本旅客鉄道山陽本線の駅。2019年の年間利用客数は62万7720人。改築工事に伴う仮駅舎島式一面二線のホームを持つ地上駅。構内に分岐器はないが、場内、出発信号機が設置されており、閉塞の境界として機能している。 下関駅が管理し、JR 西日本グループ会社の JR 西日本中国交通サービスが、駅業務を受託する、業務委託駅である。係員対応時間は7時15分 -11、00、15時35分 -16、35、17時 -19、10。かつては、相対式、島式の複合型3面4線のホームであり、 島式ホームの2.3番線を相対式の1.4番線で挟む形であった。駅舎強上加工時に伴い島式ホーム片側の2番線と、駅舎から最も遠い4番線の河川、それに前後のポイントを撤去し電車の入線を付加とした上で、さらに残存していた線路や4番線ホームへの連絡通路も撤去された。2010年5月10日に、 旧2番線の路盤に1番線の線路を移設し、島式一面2線となった。移設後は、旧2番線を1番線に改版し、以降2番線は、明日ともに欠番となる。旧駅舎と駅前広場駅の東側を、山陽本線に並行して、国道2号が通り、国道2号と駅前ロータリーの間の約100メートルの区間には、 山口県道254号町不停車乗船が通る。国道9号より東側は臨海工業地となっている。調布地区中心部、城下町調布地区などは当駅から2キロメートル以上離れている。駅前には三連交通の路線バスが発着する。駅前の調布駅バス停に乗り入れる便もあるが大半は 国道2号上の調布駅前停留所に停車する。調布駅バス停調布、駅前バス停調布、駅前バス停。ありがとうございます。